おはようございます。我が畑のれんです。芍薬が見事に咲いて、こっちもいい感じにほころんでおります。かわいい。今夕方なんですけど、ぐるっと一周しようと思います。これラズベリーです。ダメかなと思われつつも、若干こう実をつけております。あちらアジサイ、徐々に咲いてきております。あれが長年実もつけなければ花もつけないスモモで、こっちみかんで、ユズです。こちらナスですね。先日花をつけていたんですけど、これもつぼみがありますし、こっちもバッチリバッチリ咲いております。今日めちゃくちゃ風強いですね。あっちが豆なんですけど、なんか支柱がないから絡まり合ってる。お互いどうするんだろう、ちょっとわかんないです。あ、ナスも葉っぱ食べられてる。ジャガイモが、去年ここがジャガイモだったんで、ボコボコ出てきてます。で、こっちピーマンですけど、つぼみがありますね。これ一番早く先駆けて大きくなってたカラーピーマンです。こっちがノーマルピーマン。こっちもつぼみありますね。いいですね、いいペース。そろそろ食べたいんだよな、今お店でも並んでるの見るんで、我が畑のピーマン楽しみです。なんかこの子だけ弱いな。大丈夫かな。そんな感じです。で、こっちがキュウリです。キュウリがそんなにありがたいことに、ウリハムシに今のところやられておりません。ちょっとした新しい芽、つぼみだよね、これもね、つぼみがついてきております。早い早いペースだ。そろそろ支柱がいるんじゃないかと言っていたら、この葉っぱの後ろにウリハムシがいる。やだー、いるね、これ3匹いるね。しがみついてますね。うわ、あっちにもいるな。いるな。困った。こっちが五月豆なんですけど、五月豆も多分ナスと同じ範囲にちょっと葉っぱかじられてる感じがします。で、奥のこっちが里芋円空なんですが、円空は強いね。里芋は全然食べられる機会がないですね。次々と出てくれております。こちらがキヌサヤなんですが、キヌサヤはほとんど実をつけなくなってきちゃったかもしれない。ついてはいるんですけど、あんまり前ほどじゃないです。で、小松菜とラディッシュは終了しました。で、こっちジャガイモです。ジャガイモ枯れてきたら収穫ということで、まだまだ茂っております。で、オクラは唯一寒冷者もないということで、過酷な土地でなんとか生きながらやっております。玉ねぎ、紫玉ねぎがほとんど倒れきりました。あっちのノーマル玉ねぎの方は倒れてないんですけど、ちょっと数日後収穫する予定ということです。こっちがトマト、次々と、お、もう実になってますね。これアイコトマトです。かわいい実が、ふさふさのまだツルツルじゃなくてふさふさの実がついてます。花もね、次々とついてくれています。こっちが中玉トマトです。中玉はまだかな、まだっぽい。で、こっちもミニトマトなんですけど、これまた茎が太いですね。強い。力強いです。あ、早く取れそうだな、楽しみです。
であっちスターチスとニゲラで、アスパラなんですけど、アスパラは収穫にストップがかかりました。これから夏までちょっとアスパラを食べるのをやめて、アスパラに強くなってもらう時期が始まります。で、こちらシャインマスカットです。順調に大きくなってくれております。新しいこの葉っぱがすごく白くて、葉っぱ自体がこうグラデーションがあって可愛いですね。あと別の方の畑の方で山ぶどうが育っているので、そっちも今度見に行きます。こちらスイカです。伸びてるあーでもめちゃくちゃいる。ウリハムシがめちゃくちゃいる。くそー。こっちが、ピノガールの方ですね。タマスイカです。こっちすごい順調なんですけど、あっちもね同じタマスイカなんですけど、こっちはちょっと全然ですね。葉っぱ自体もなんかくしゃくしゃってなってるんで、なんか病気かもしれないです。マダーポールスイカ小玉様子見です。でここもアスパラ。ハーブは順調に日々大きく育っております。こんな感じ。これはイタリアンパセリ。こっちがディル。で、これがフェンネルです。結構虫がつきやすいみたいなんですけど、今のとこいないですね。で、レモン。でかすぎる。でかすぎます。花も終わってで、実になりつつあるはずなんですけど、ちょっとよく見えないし、なんか芋虫が上から落ちてきたし怖い。そっとしとこう。で、こちらさつまいも順調です。で、こちらブルーベリー飛び出してますいいね、いい感じに実がついております。これは期待が高まる。あれが奥の子が一番早いんですけど、まだね色づいてはいないので、これなってなくないか、色づいてはいないので様子見です。で、こっちがローバイ。そしてビワ田中。この辺はあまり変化なしですかね。ご視聴ありがとうございました。またねー。